県床交通事故です滋賀県内では今年に入って昨日までに5615件の交通事故が発生していて7293人がけが、51人が亡くなっていますこれは前の年の同じ時期に比べ発生件数けが人死者数ともに大幅に減少していることになりますしかしこれから年末に向けて夜間の時間帯の事故が増えることが懸念されます 今回はその夜間の自転車事故についてです夜間の暗い時間帯に発生が増える交通事故その夜間の事故では歩行者や自転車の人が車にはねられるケースが目立ちます自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方は11人でそのうち夜間が8人を占めております中でも自動車が自転車に追突する夜間の死亡事故は3件発生しています 自転車が被害に遭う夜間の時間帯と自動車の追突事故この2つが重なる死亡事故が今年7月にありました高架市信楽町の国道307号の片側1車線道路を84歳の男性が自転車で走行中 後ろから当時54歳の男性が運転する普通乗用車が接近してきました乗用車は直前で自転車の存在に気づき右に避けようとしましたが間に合わずに追突自転車の男性は追突の衝撃で10メートル以上飛ばされ搬送先の病院で死亡しました事故が起きましたのはこちらの国道307号です、えー、こちらの道路をですね水口町方面から 京都方面に向かって乗用車が走行中、前を走っておられた自転車に追突するという事故です。の付近には明かりもなく暗い状態でしたので、ドライバーの方はよりしっかり前を確認して運転すべきだったと考えられます。悲惨な交通事故を減らすために、ドライバーが気をつけることはもちろんのこと、他に手立てはなかったのでしょうか。 夜間に歩いて外出されるときは明るい目立つ色の服を着る反射材を利用するのは有効と呼びかけていますが自転車も同じですこのコーナーでも何度か紹介してきた反射材夜間の交通事故防止を考える上ではやはり重要になるアイテムで県警ではその普及を推進しています夜間の交通事故抑止に効果が期待されるこちらの反射材ですが付ける場所や種類によって その効果に大きな違いが現れてきます自転車にはあらかじめ後ろの泥除けやペダル部分にリフレクターが取り付けられているものもありますがより目立つために靴のかかとに反射シールを貼りますこの状態で自転車を漕ぐと足の動きと合わさることで高い効果を発揮しますさらに こちらの自転車の車輪につけるリフレクターは、普通のリフレクターとは違い、横からだけでなく、後ろからの光にも反射します。こちらは、そのリフレクターをつけた自転車を捉えた映像です。横からと同じように、後ろからでも回転する光が見えるため、道路を横断する時だけでなく、後ろから来る車のドライバーに、 その存在を知らせる手段としても有効であることがわかります。ドライバーの方へのお願いは、夜間の運転に際し、対向車や先行車がある場合を除き、ハイビームをうまく活用していただいて、歩行者や自転車をいち早く発見して、交通事故の発生の防止をお願いします。警察では、関係機関、団体、ボランティアの方々と協力し、夕暮れ時や夜間外出の際は、明るい服装や 反射材利用の促進を訴え、交通事故から守るための活動を強化しますので、県民の皆様のご協力をお願いします。さて、こちらはですね、夜間の事故防止に向けて注意すべき点をまとめたものです。おさらいしておきましょう。外出の際は、反射材などを身につけ、明るい服装を心がける。ドライバーは適切なヘッドライトの切り替えを行う。 また、VTR にもありました自転車乗用中の他にも、10月末現在、県内では夜間の時間帯で歩行中に自動車に跳ねられて亡くなった方が11人いて、そのすべてが高齢者になり、高齢者の死亡事故は増加傾向にあります。悲惨な交通事故を一件でも多く減らしていくために、今一度事故を起こさない、起こさせない、これらのことをです、ね、心がけていきましょう。 以上、検証・交通事故でした。